実は宮崎駿魔女の宅急便というです、ね、原作小説のことをあんま面白いと思ってなかったんですね。で自分のやりたい話じゃなくてもともと広告代理店が持ち込んだ話でですね鈴木敏夫さんのです、ね「天才の思考」という本の78ページに書いてるんですけどもここからはですねあの久しぶりに登場です。 えー、宮崎駿の役をですね、ちょっとタオル君にお願いしようと思います。ちょっとね、ここからあの、宮崎駿さんというキャラを分かっていただくためにですね。で、そもそもですね、ラジオン卓球便の企画が上がった時にはですね、トトロの真っ最中だったんですね。トトロの真っ最中で宮崎駿は毎日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 ,毎日仕事、死ぬほど仕事してたんです。で、トトロが終わった時にもう、はい、タオル君お願いします。俺はもうね、やりたいことの四角形の四つができた。カリシロ、ナウシカ、ラピュタ、トトロ。 この4つで十分そろそろジブリは解散だというふうにですねジブリ解散をですねあの叫んだぐらいなんですねなので魔女宅というのは当時あの若手の演出助手だった片渕素直さんつまりこの世界の片隅にのですね監督さんに任せてイメージボードもですね他の人に書かせたんですねだからあの最初機器のですねあの設定というのはロングヘアになってたっていうのはその若手の人たちに書かせたからなんですよで自分はですねそのプロデューサーと脚本だけ担当すると でしかし困ったと、脚本を書こうとして、本当はプロデューサーだけやるはずだったんですよ。で、あの脚本は別の人に頼んだんですけども、その脚本がどうしても気に食わんと。じゃあもう自分で脚本を書くしかないということで、脚本を書こうとして、原作の小説を読んだらですね、まあさっきも言いたいんです。面白くないと。あの、宮崎駿にとっては。というか、アニメにするには面白くないという意味なんですよ。なので困ってですね、鈴木敏夫さんに相談します。はい、お願いします。ダメだ 俺にはこの小説は何が面白いのか？さっぱりわからん。鈴木さん、明日の朝、明日の朝教えてっていうですね。ま、あ、鈴木敏夫もですね。まあ、困ったわけですよね。いきなり明日の朝教えてっていう風に言われてで。 これでまあね、素直に読むような鈴木敏夫でもないんですよ、ね、鈴木敏夫もそのまあ他に打ち合わせもあるのでですね、いい加減に読み飛ばしてですね、翌朝宮崎駿に問い詰められます。どんな話なのどんな話なの問い詰められて、とっさにですね、言い逃れでですね、口から出任せ語ったんですね。でこの口から出任せがこの天才の思考に載っているんですけども、これは児童文学に見えるけど、きっと読者は大人の女性が多い。っていうふうにまず言い切るんですよ。これはあのえ、事実じゃないんですよ。完全にあの鈴木敏夫の妄想なんですよ。 でなぜ、女性読読者はこのの小説を読むのかそれは都会に出てきた女性の話だからだと魔女の話というよりは都会に出てきた女の人の話だとみんな自分の才能や能力に疑問を持ちながら都会で一生懸命行こうと頑張ってる話だっていうふうに言ったんですね。で宮崎駿はですねそれなら自分でも書けると思うと思って安心して脚本を自分で書くことを引き受けたんですね。ですよで。そこで鈴木敏夫はですね いや、思春期の少女を書くんだっていう思春期を取り上げる大事さをもうたっぷり語って説得したんですよ。で宮崎駿は「俺思春期って苦手だから今までやったことがないんだよ」って言ったら「いやだからこそあえてジブリで宮崎駿が思春期やるんですよ」っていうふうに鈴木敏夫が一生懸命プレゼンしたんですけどもこれねあの押井守さんによるとですねあの単なる鈴木敏夫の もう好みだそうです。鈴木敏夫は当時ですね、13歳だった自分の娘、マミコにですね、大ハマりしていたんですね。で、マミコの機嫌を取るためなら何でもしていたと。これはあの、惜しい守の証言です。<laughs> えー で、えー、魔女宅のですね、あの日本テレビの特番に、実はその自分の娘の13歳のまみコをです、ね。無理やり出演させるぐらいのです、ね、親バカっぷりなんですよね。で、耳をすませばではですね、カントリーロードのあの翻訳ですね、翻訳までやらせてですね、タイトルクレジットの名前まで出してですね、で、ついに千と千尋の神隠しではですね、平原綾子の歌う、再びという曲もですね、作詞もですね、まみ子にさせるぐらい親バカだったんですよ。で、この、 この娘のですね、このなんだろうな、あの、無理やり押し込むっていうですね、割とあの、強烈な話でですね、批判記事見たことないでしょ。で、この批判記事を誰も見たことがない、押し守るが、もう、言うのが限界なんですよ。これが、この辺がですね、その、ジャニーズ以上のマスコミ対策と言われているですね、ジブリの恐怖体制の正体なんですね。鈴木と塩のスキャンダルは、 宮崎駿のスキャンダルを愚かですね、鈴木都夫の娘までこう絶対に出ないんですよ。ここら辺がちょっと面白いところだと思いますけど、しかし、い,いくらですね、その鈴木都夫に言われても、宮崎駿にはですね、やっぱりその13歳の少女という思春期とかはわかんないっていうふうに言うんですね。で、煮詰まった二人はですね、吉祥寺の街を3時間以上延々散歩します。で、南口の喫茶店に入ってですね、宮崎駿はですね、もうダメだという思いをですね、一気に吐き出します。もうダメだ 俺には無理だこれは思春期の話だ俺のアニメにはそういう思春期の悩みなんかもう全くないんだだって俺、思春期とかそういうの嫌いだから鈴木さんは、それじゃウケないんです売れないんですっていうふうに一生懸命訴えたら、だって俺、13歳とかそんぐらいの年の時には弟のせいもしてた病気で寝ている母親の代わりに飯も作ったよすげえいい子だったんだ俺、シータとかナウシカみたいにいい子だったんだってですね、叫んで、本当にマジで頭抱えたそうです。で、 どうしたらいいのかなと鈴木さんが思ったらですね宮崎駿はですね泣き言を突然やめてその喫茶店の紙ナプキンに急に絵を描き出したんですねだから宮崎駿って理屈で考える人じゃなくて絵で考える人なんですよで出てきたのがですね宮崎駿なんですよこれですもう本当にあの最終的な危機に近いですよね残念ながらですね紙ナプキンに描いた キキというのはもう残ってないんですよね。これは宮崎駿が書いた最初期案です。で、顔がですね、あの今のキキよりもずっと物憂げ、悲しそうでですね、で、頭に巨大なリボンをつけてると。で、ショートヘアだからもうすでにリボンは必要とないんですけども、しかしこれこそがですね、宮崎駿が探していたアイデアだったんですね。はい、宮崎駿さん出番です。 これだよ、鈴木さん頭の上にでっかいリボンが乗ってるんだよ思春期というのは頭の上になんかでっかいものが乗っかってて重くて自分でもどうにもならないんだはいタオル君、出番終わり。ということでですね、えー、どれだこれだこの「風に吹かれて」の145ページですね、えー。鈴木さんへのインタビュー集なんですけど、このエピソードが書かれてるんですけども。 つまりどういう意味かというと、宮崎駿。てっきり鈴木さんこう思ったんですよ。宮崎駿は思春期の女の子の気持ちがわからない。だから俺には書けないっていう,うに言ってたと思ったんです。でも意味が違ったんですね。宮崎駿は思春期の女の子をどう絵にしていいかわからない。とつまり、どんな悩みを持ってる、こんな悩みを持ってる、こんなふうに思ってるっていうのを、それを絵にしたらどういううになるのかというのが全く思いつかなかったんですね。しかし、これで一気に突破口が開かれたわけです。 頭の上にでかいリボンが乗っていて、それに押しつぶされそうになっていると。そうか、それを描けばいいんだんですね。だから、どういうふうに絵にしていいのか分かったので、一気に宮崎駿。ここから気が楽になって、魔女宅の企画がどん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 進み出したと。 で、後に宮崎駿はですね「えー、もう一度ちゃんと魔女の宅民の原作を読んで驚きます」えー「鈴木さん嘘をついたねと」と原作を読んだんだけど都会に出てきた女性の悩みとか自立とか全然出てこないっていうふうに言ったんですよね。で 結果、あまりに原作と離れたアニメを作ってしまった宮崎駿と鈴木夫は、後に原作者のですね、角野栄子に謝りに行くことになりました。で、一回は許してもらうんですけども、しかし完成したですね、えー、アニメを見た角野は、これは別物ですねっていう風にソフトに行ったんですけども、以後はですね、このアニメについて語らなくなっちゃって、2014年にはですね、原作通りの実写映画を作ることを許可するというぐらい、まあちょっと、 これは違うなというふうに、加藤先生は思ったそうです。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。